今日のご飯は砂肝、ネギ塩だれと鶏肉ガーリックトマトにどう？野菜なし。見てくれ、この冷凍容器の中からそのまま味付けご飯に納豆を盛るっていう雑さ。味付けご飯の上に納豆を盛る。一緒。なんかよくわかんないけど、うまそうだわ。これね、ご飯てんこ盛り。あっぷ。うまいね。え、でも一人暮らしこんなもんじゃないの？納豆が野菜だからね。納豆食っとけばなんとかなるから、体。マジで。納豆はマジ健康にいい。納豆さえ食ってれば死なない、マジで。納豆と、これね。アミノマルチビタミン。これ飲んどけばマジ死なない。余裕です。ダメだ、俺ご飯食べると黙っちゃうわ。よく食レポとかできるな。俺もう次行きたいもん。食べ始めたら止まんね。なんか俺後ろさ、ぺたんこすぎない？刈り上げてきたんだけど、なんか似合わねえな。何これ。もうそろそろやばいですねって言われた、メッシュ。さすがの高橋さんの髪もそろそろやばいですね。これ縮毛矯正2回とブリーチ2回耐え切った髪なんだけど、もうさすがにちょっとギシギシしてんね、今。節が通らない。すごくない？やべえ、実家の飯食べて、ホームシック。やっぱ食べたいの、家の卵焼きとかさ。母ちゃんが作る玉焼きは、どこに家もそうだけど、誰にも真似できなくない？ほっぺなんか、またニキビできた方に、もう一個。不摂生な生活してるから、ニキビできるわ。ニキビっていうか、できもの。目の下やばい。なんこれ。これどうやったら取れんの、このクマ。昔からなんだけど。でも寝ても取れないんだけど、このクマ。昔から取れたことないのよ。クマでかかったことないな、病院。どこ、皮膚科？色素沈着。 どうすればいいの、じゃあ。眼科なの？ 動物病院。1週間きちんと寝ればある程度治る。はあ、それは無理な相談やな。でも俺だけだよね。他のストリーマーとかなってないよね。だからさ、たまにあれっしょ、撮影の時とかファンデーション塗ってさ、クマ消えるけどさ、めっちゃ健康そうに見えるもんね。そこの違いだったのか。多分昔からじゃないかな。高校生くらいの時からなんか姉貴とかに言われてた気がする。クマすごいよって。でもコンシーラーって塗ったらあれなんじゃないの、なんか化粧落としみたいなやつやんなきゃいけないな。めんどくさ。
ナチュラルで肌白くなりたいわ俺。うまかった。ちょっと片付けるわ。持ってんすよ BB クリーム、これしか持ってない BB クリーム。これ目の下消えんのかな、ちょっとやってみていい？おわ超明るい、野球選手いそうこれ。つけすぎだわ。メジャーリーガーにこういう人いない？あの人コンシーラー塗ってんのか、野球選手ってクマ消してんの。うま消えねえじゃねえか、消えたか。でも俺普段あのスポンジ使ってるよ、塗るときは。もう塗ってないけどね、しばらく。あれのとき塗ってた、なんだっけ、アベマのとき別にメイクさんとか何もつかなかったから自分でやってた。